皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。ながらでラジオ、ながらじのお時間です。このラジオではテーマを決めてリスナーさんからのエピソードをいただいたり、フリーな質問をいただきながら音声のみだからこそできるお話をしていこうと思います。ながらでラジオなので、ぜひながらで聞いてください。録画でお送りしていますが、基本は編集なしの生放送感覚でお届けしています。中学 障害の方には YouTube の字幕機能をオンにしていただくとご視聴できるのですが、えー、字幕が見にくいというコメントをいただきます、えー、携帯の方で確認する携帯スマホで確認するとまあ、確かにちょっと白文字で見にくいんですけどパソコンで見ると背景にグレーがかかっててえっ、ー、と見にくくはないのでぜひ 見にくくはないというか、見にくくはないと思いますので、ぜひパソコンで聞ける方は、パソコンで聞いていただけたら嬉しいです。最後に次回のトークテーマを発表しますので、ぜひ最後までお聞きください。はい。本日8月26日、ただいまの時刻11時30分ですね。お昼の時間です。約1ヶ月ぶりの流しになりました。もうあっという間ですね。放置していたのもなんて。 もうどうしてももう言い訳がすごいんですけどもうパンパンでもうパンパンなんです本当に毎日毎日ちょっと、あのー、動画の方を優先にしてながらじをおろそかにしてますそしてこれからもきっとながらじはおろそかになります <laughs> ちょっと定期配信がやっぱちょっとね12月までも予定がみっちりすぎて あの地獄の9月からもう地獄の日々を送り始めるのでちょっとながらじは様子を見ながら動画の方を優先したり、うん、していきたいなと思います、まあ、ただねやっぱながらじってゆるりゆるりやってるものなので、まあ、聞いてほしいな,なんかこう動画にするまでもないなっていう出来事であったりね、まあ、SNS でつぶやいてることのもっと深く喋ったりっていうのができたらいいなって思いますけど ボイシーもね、おろそかになってるから、もうなんか一つにまとめたらいいんじゃないかって、音声系はね、思ってる今日この頃でございます。まあ、やりたいこと、こういうことやってみたいな、こういうのあるなっていうのは、どん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 あるんですけど、あのー、頭が回らないのに、やりたいことだけがやりたすぎて、<laughs> なんかよくないなって思ってますね。最近、どうですか ?1 ヶ月。 まあこの1ヶ月本当に夏休み期間夏お盆期間だったんじゃないでしょうかね皆様、まあ、私自身も8月はあのー、いろんなご報告があったりというかあいろんなイベントがたくさんあった8月ではございました そういうイベントのことについては生配信とかでもこう振り返ったりするので生配信で話すことなくなったら困るなーっていうのでねながら字もそこそこにしてますがあの皆さんからまずはお付き合いの動画でたくさんのコメントをいただいてあとっても嬉しかったですねですがやはりチャンネル登録者数も <laughs> あのそのタイミングで減るタイミングもあったんですよだから あの俗に言うリア恋って言うんですかわかんないですけどリア恋していた方もいらっしゃったのかななんて思いながらでもリア恋してる方はさセカンドバージンをどういう思いで聞いてたのって思うけどまあでもまあそういう,うにあにやっぱ好かれるっていうことはとても気持ちいいことなので <laughs> 好いていただいた方がいたんだななんて思いながら。 チャンネル登録が減るのを見ていましたが、まあでも多くの方々が本当にたくさんあのおめでとうって自分のことのように嬉しいよーって言ってくれたのがすごい良かったですね。まあ、動画で言ったように彼氏さんの内容については、内容 <laughs> 彼氏さん個人のことについては、あの、基本的に公には、あのー、 ならないしないんですけど、まあ、でもや,やっぱ見かけるタイミングだってきっとあると思うんです。だから。まあ、そういう時はあのまあその人が彼氏かどうかはわからないと思うんですけど、まあ、でも手繋いでたりしてたらもう。それは彼氏なんだろうな。みたいな。まあ、手繋いだり繋いでなかったり、あのー、する時もあるし、普通にだから男性と2人で歩いてるのが。 仕事関係の人なのか、友達なのか、彼氏なのかっていうのも分からないし、ま,あ、まずは私が男といるのを見かけたら静かに <laughs> そっとしておいてくれたら嬉しいなと思います。まあ、ただ普通にあの、何て言うの、声かけるみたいなのは全然大丈夫ですよ。男の人といるから声かけるのやめておこうかなとかはまあ気にしないでいただいて、まあ、全然見かけたら声かけていただいていいので、ぜひよろしくお願いします。 はいでまあなのでねこの1ヶ月いっぱいあって動画もたくさんあげてるんですけど皆さん見ていただけてますかね四思結損ママのね佐野ちゃん佐な亜美ちゃんとねお話できたのはすごく良かったです本当に四思結損でお口だけでおむつ子交換したりまあ 足もあるけどね、足3本とお口だけどおむつ交換してみたり抱っこひもしてみたりなんてもう考えられないもうやっぱ人間何でもできるんだなっていうのを改めて思ってまあ自分も自信がついたっていうか <laughs> まあね別にうあれはないんだけどだから心配事がやっぱ少し減るというかね分からなかったことが少し解決できるっていうのはすごい良かったきっかけだったと思います。 で浩二さんねいつも応援してくれる浩二さんがさ、まあ、24時間テレビで車椅子の人出産のドキュメンタリーやるんだっけよっていうのであのー、まあ今日なんかその『スッキリ』とかでもう告知してたんですけど、まあ、多分事故で胸から下が麻痺って言ってるから多分積損なんじゃないかなって私の予想ね全然何も見てないけどその予告だけ見て。 あの積村っぽい女性の方が出産をするまで追うのかなっていうのがあったので見たいなっては思いますがどの時間でやるか分かんないからずっと見てるわけにもいかないしまあ、してはね明日土日じゃん明日はね大阪でその脳血管障害に対するじゃないけどその再生医療のセミナーが ほぼ一日、あ、ほぼ一日あるから、一日朝から大阪行って、まあ日帰りなんだけどね、夜帰ってくるからまずそのタイミングで見れないし、まあまあ、して私福岡いるからテレビないん <laughs> テレビないんだよね。まあでも、きっと YouTube で違法なアップロードがあるんじゃないかなって思うので、まあなんか、 もし見てる方、見たい、たまたまそのタイミングで出産の方のやつ見たよっていう人は、まあ、よかったらなんか感想シェアとか、なんか普通に帝王切開でしたよとか、なんか教えてくれたら嬉しいです。もしかしたらその人に会いに行くっていうのも、いけるかな。 わかんないけど <laughs> かなって思います、まあ、話したいことはね1ヶ月もあるから1ヶ月もあったからいっぱいあるんだけど、まあ、とりあえず生配信9月1日できると思うからその時にもお話ししたいのとあと9月4日にねまだちょっと正式に告知はしてないんだけどあの YouTube コラボということで YouTube ラジオに YouTube ラジオ YouTube での生配信か YouTube ライブにコラボであの石塚さんっていうね方がいるんだけどねその人がやってる YouTube のラジオに出るんです。9月4日日曜日9時から障害がある人を結構障害がある人であったり障害に関わってる人と一緒にラジオをするっていうのをやってるんだけどなんかそれで 病気障害ラジオカッコ仮っ借りていうチャンネル名なんだけどね、まあ、まず分かったら分かったら URL が分かったら URL を教えますし、まあ、そのチャンネルのリンクもね SNS に貼るので是非皆さん生配信見てくださいまあ私がなんかラジオにそういう YouTube のラジオにゲストで出るってあんまりないからさ 面白いお話が聞けるんじゃないでしょうかねはいでまあ今日は何してるかっていうとリハビリが今日はお休みで今日は一日お掃除をしていますもうずっとバタバタしててまともな掃除もできなかったので掃除をしていますねみんなさシャワーチェアってどうやって洗ってる、まあ、シャワーチェア使ってる人 どうやって洗ってんだろうっなんか洗ってもさ石鹸カスみたいなのとか、まあ、水垢とかがどうしてもついちゃうところがあっていまいち綺麗に洗うことができなかったんだよね。でいつも風呂掃除する時ってもう全部裸になってお風呂に入ったタイミングでシャワーチェアに座って、あのーまあ、だから歌丸とかだとさ体にかかってもそんなに。 炎症反応みたいな肌に優しいやつだからシュッシュッシュッとかってやってゴしゴしゴしって、まあ、ブラシで届く範囲でやってみたいな感じで掃除してるのねそうすると車イす塗れないしまあいいなって思ったんだけどってなるとシャワーチェアをさ洗えないんですよ自分が裸で座ってるからだからちょっとお尻ずらして洗える範囲だけ洗ってるんだけどうーんなんか納得いかなくてで今回 今やこのラジオを撮ってる間にやってるのがよ浴槽にねふ、まあ、普段浴槽も入ることないからさ浴槽にお湯貼ってでオキシ漬けって知ってるオキシドールオキシドールオキシドールっていうそのさあの洗剤をバーって入れて。 お岸漬けっていうのがタオルとかいろんなものに流行ってるんだけどそれをやってみてんのお湯張ってお漆入れたやつにシャワーちゃんボーンって今投げ込んでその水垢とか石鹸カスがきれいに落ちないかなっていうのをやってるんだでもちょっとね様子見てるとまあ水ですぐ洗い流して落ちるってわけじゃないけどそのつけておきながらちょっとブラシで軽くこするだけで結構きれいに今なってるから。 このお岸づけ作戦は正解かなって思ってて思ます、まあ、なかなか皆さん1人暮らし、まあ、してる人も少ないかもしれないけど1人暮らししてる人は基本的にヘルパーさんつけたりねしてる人も多いと思うからそんなに1人でがっつり風呂掃除するって人もいないのかもしれないけど、まあ、でも普通に家庭の何て言うのお風呂掃除でもお騎士 で使えるもので本当に SNS ではバズってるものだし全体的にも流行ってるものだから普通に風呂掃除洗うのだりーなっていう人は浴槽にあの普通のね風呂の椅子とか、まあ、水のつく桶とかな,かなんか何でもいいけど全部バンつけてやれば結構綺麗になるので是非奥様方そして あのー、掃除をするであろう旦那様方そして男性諸君女性諸君ぜひ使ってみてください <laughs> はいなんかたまに掃除がっつりするとすごい気持ちいいねやりたいところはいっぱいあるんだよ窓拭きとかさ今日はだから、SN、s n s ツイッターにも書いてるけどベランダにねコウモリが来るんだよ私がいない期間がさもうコウモリ住み着いちゃって でネット貼るベランダにネットを張るっていう対処方法があるらしいけどもうすごい開けてるからネットを張るっていうことも多分無理でなんか薬剤とかも多分無理でだからおいがいる時は光を放つからあんま来ないんだけどおいがいない時に来ちゃうんだよねでうんこめっちゃ垂らしてさ。 LED 電球とかも置いてるんだけど光に慣れちゃうっていうのもあって意味なくてさみたいなままそういうことがありましてねでだからうんこ掃除したいなって思ってでも車椅子で踏むのも嫌だなって思ったから遠くからお掃除できないかなって思ってやっとシャワーホースかシャワーホースを買ったんですよでおいの,そのベランダのところに流し台がついてる蛇口がついてる ところだからそこにカチッてセットして遠くから「じゃあ」ってやったらもうめちゃくちゃ綺麗になったすごい気持ちいい、まあ、そのまま窓拭きとかもやりたかったけどちょっと窓拭きは後かな <laughs> 今日は窓拭きなしで窓ねー汚いよねーやりたいよねーもうね、まあ、だからそういうのだけあのー、お掃除屋さんあるじゃんお掃除屋さんに。 半年に1回とか窓拭きお,そなんか、ね、お外掃除はちょっと高めなんだっけ値段が、まあ、でも気になるからお外掃除頼むのもいいかななんて思ってるでもホースは本当にすっごい使いやすくてなんか昔のホースしか知らないって言ったらあれだけどさあのガラン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 ってさ巻くやつわかる都会の人ってホース使うんかな田舎だと絶対さ ホースは使うんだよね畑に水やったりもそうだし洗車家の前でするってなってもそうだけどこう幕型のガラン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 っていうさホースをあの使うんだけどあのそこまで大きいものはいらないわけよ一人暮らしだしかといってまとめれないホースも大変だしあの自分車椅子に乗りながらどうやってその片付けたらいいんだろうな重いのも嫌だし っっって思っててて思探してたら今ってすごいね本当にめちゃくちゃアイリスオ山ヤマから出てるものがさ軽くてびっくりしちゃったこんな軽いのっていうくらい軽くてで伸縮性がすごいあってもう本当にトートバッグに入れて持ち歩けますみたいなくらいのサイズ感でさで威力もちゃんとあってで最後その片付ける時じゃあどうするのかなってこう水を出す時はね 水が中を通るからすごいしっかりとしたホースのあの硬さになって、まあ、計7メートルくらい伸びるんだけどあのカッチカチになって「はこれ水最後片付ける時捨てる時大変だな」ってあのひっくり返してみたりさなんかこうホースをこう動かしながらホースがバタバタ暴れながら水をね捨てなきゃいけないのかなって思ったけど水止めてシャワーの残ったやつをこうビューって出して。 くとどん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 勝手に縮まって初めのようなだから本当にもう車い子に座ってしゃがむなんか前かがみになることもなくもうめっちゃ簡単に片手でさ求められてもうついてる収納バッグにボーンって入れるだけでよかったからすごいおすすめ。 伝伝わわったた <laughs> りましたもう本当におすすめだから SNS のリンクぜひ見てください。はいまあ、この雑談を、ね、繰り広げながらあれですけどあの前回いただいてたんですね皆さんからコメント <laughs> テーマは忘れてたけどテーマはあの恋恋を「恋に関する」。このの曲聞くと、あのー 誰かか思い出しますか恋愛の時に聴いてたあの曲は何ですかみたいなテーマを出してましたもう恋愛ってもう完全にねフラグフラグじゃないけど匂わせてたんですね私前回恋愛に関する曲なんですかみたいないやうざいうざい、まあ、そんな感じで <laughs> あのー、皆さんコメントありがとうございますねふもさんは ささんん以上に今のが大好きですいやもうそんなのろけ中森明菜「ナンパ戦」はこいつに付き合ってた彼女の好きな曲でしたあの人は今何してるのかなだってレベッカのフレンズわかるチェッカーズのジュリアに昇進ちょっとわかんない男となんちゃら組あなんて読んだっけこれデイブリーブレイク 書き切れないだってもう時代が違うくてわからない <laughs> でも中森明菜時代っていうことはやっぱり高校生の時に好きだった女性人たちの髪の毛はああいう聖子ちゃんカットとかくるんくるんの人たちなんでしょうねきっとでしょうね。浩二さんは、えー、とこの歌を聴くとあの時付き合った人を思い出す彼女トナっていうことで。 えー、片瀬江ノ島海岸によく行き当時夏,の夏に江ノ島から鎌倉へドライブに行く道中片瀬海岸沿いを走ってた時にサザンオールスターズを当時付き合ってたとこが好きで MD に入ってた曲まあでも MD なんだねカセットじゃないんだね <laughs> 津波を聞いて走ってたので津波を聞くと当時運転していた風景と彼女の顔と海風を思い出す。 土定定番番じゃんって思ううけど土定番かどかかかもわらないない私からしてみたら「津波は」はおいが小学校1年生の時だった気がするんだよねなんかあのあれでしょパッケージがあれ何だっけ違うの津波」ってさあの CD まだちっちゃい時もう大きくなってた時だけかだけかだけか <laughs> なおねあとなおさんね えーとちょっといろいろたくさんね前回のやつとか書いてくれたけど自分は「バンプオブチキンが好きって投稿したんです前回ねで今でも覚えてる彼らのアルバムの「ザ・リビングデッドが自分の恋愛を思い出す1枚ですだってアルバムといっても自分にはそのアルバムのすべての 曲合わせて1曲のようですあら,素敵振られてばかりの自分を元気づける1枚です。だって。アルバム名の役がゾンビなんだ。なんだそう。あっ、なるほど。まあだからあの、死んでも死なない。死んでも死なない。何回もこう立ち上がる。みたいな、そういう素敵なあれやないいいアルバムなんじゃないえー、っと。 スティリーマンさんは「クク,ククルククパロマ」という歌を聴くと元カノの思い出がよみがえってきますだって私より7歳上の日本人の素敵な彼女でしたなんだって理由はまだよくわからないんですけど多分お寺のいろんな用事を手伝いたかったので10年前に別れてしまいましたその時から独身ですと。 このの歌歌は彼女の大好きな歌ですだって、えー「ククルククパロマ」インドの曲なんでしょうねきっとねすごいやっぱこう国が違う人の歌を聴くのもすごい素敵うーんそうだね稲穂さんは19二十歳の時の元彼とよく車の中で聴いた曲 tbwonder の「I just called to stay I love you」出会ってはいけない2人だったので切ない声だったと今となればいい思いです <laughs> なるほどね出会,出会ってはいけない2人ね悲しいねうんコンサワールドさんは昔付き合っていた人と思い出すのは世界に一つだけの花うん その方は難聴があって手話でこの歌をやっていたので流,流れてくるたびに思い出しますだって確かに「世界に一つだけの花」はなんか結構結構その手話でやられるのが多かったね私もなんかそのサビのところだけやるっていうのもなんか学校のイベント文化祭とかで多分やった気がするきなこもちさんは「氷室恭介のサマーゲームですかね」 えー、16歳に付き合っていた彼女を思い出しますその子とわしが20歳の時に結婚しましたええー、じゃあ今の奥さんってことあららボーイコンプレックスブルーハーツパーソンズレベッカ工藤静香 中森明だってもうきなこもちさんとさじゃあふもさんは同じ年代かな多分ねすごいね夏の花火大会とか海とかいっぱい一緒に行ったあの頃は携帯なんてなかったから自宅にドキドキしながら直接電話して彼女のおとんが電話出たらどうしようスリル満点でしただって あとは連絡を取るためのポケベルでしたね。だって。しかもポケベルに絵文字あるんだね、ちゃんと。ポケ、ポケベルの絵文字ね。あの、コメントに書いてくれてるけど。ポケベルはね、わかるんだけど、使ったことはないね。もうピッチ。PHS 世代。でも小6から携帯は持ってたから、パカパカ。だって、パカパカで画面も、あの、緑、グレー、 黒というか緑黒みたいなの,の時代から私はもう分かるからねあのー、曲はあれだけどそういうもののあれはあってはなるかもしれないね今回はねちょっとごめんねあの私の雑談が長くなったから全ての皆さんのコメントを読むことができなくてあのトークテーマにあった人たちのコメントだけを読ませていただきましたごめんなさい <laughs> で次回もうもうわからないでしょトークテーマなんかあるみんなまたちょいちょいみんなにお願いするけどなんか喋りたいこと聞きたいこと書いていいよただいつやるかはちょっとわからない本当にわからないんだお休みが欲しい一日ぼーっと映画を見るときが欲しい お盆もできなくてやろうと思ったんだけど結局あの急遽予定が入ったものに対して「いいよ」って言っちゃってさ「OK ーー」あの「会いましょう」「打ち合わせしましょう」「話しましょう」その「プライベートの遊ぶ」とかじゃなくてねそういう仕事的な話でさそこをオフにしようと思っていたところがに入れちゃうっていう癖がもうよくあっちゃうので。 良くないなと思いますが、まあ、体調に気をつけながら頑張りたいと思いますはいこのな、ね、季節の変わり目なので皆さんも体調に気をつけてくださいねということで本日のながらじはここまでにしましょう次回のトークテーマはございません <laughs> なんか話したいこと聞きたいことぜひあのー、あのー、聞きたいこととか話したいこととかじゃないけどなんかコメント書いてくれたら拾ってそれについて喋るので よろししくお願いしますこんなぐだぐだなながらじですがぐだぐだに喋ってぐだぐだに聞いていただけたら嬉しいです。はい、ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。